ハマカンチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、浜田寛治です。私、浜田寛治、陸上競技を始めて7年という月日が経ちますが、この度、なんとプーマさんから物品提供いただけるようになりました。イエイということで、プーマの猫にパンチングドロと、どうも、ハマカンチャンネルの寛治です。ということで、オープニングでもお伝えした通り、私、浜田寛治、プーマがつきました。スポンサー契約っていう感じじゃなくて、また物品提供っていう感じなんで、まあお金をいただいてるとかそういうわけじゃないんですけど、陸上用品、服とか、まあ、ズボンだったりとか、靴下とか、シューズ、まあ、ここにシューズが置いてあるんですけど、陸上用品、全般的なのと、あと、プーマさんって結構アパレルの方も可愛くて、僕全然知らなかったんですけど、今回そのめっちゃ可愛いっていうことを知ることができて、でまああといろんなアパレルブランドさんとのコラボとかしたりとかするんで、そういうところの、まあ服とかっていうのをいただいたりとかして、実際に僕の SNS の方で、プーマさんの、まあ、紹介とかもできていければなっていう感じのお話で、今回お話をいただきました。まあ、タイトルの方で6年の片思いっていうような感じで、書いてると思うんですけど、まあそれっていうのは数字ではあるんですけど、実際に6年間僕陸上を始めて今7年目なんですけど、最初の1年を除いてから、残りの6年間っていうのは、ずっと違うブランドの、まあ、もので揃えてて、まあ、服も、全部全身そうやし、まあ、リュックサックとかもやし、まあ、あとスパイクとかもう全部ブランドで統一してたっていうような感じだったんですけど、まあ、だから僕が一方的に好きやったけど、今回プーマさんにお声いただいたっていうことで、今ここにシューズは届いてあるんですけど、このシューズが今年の、東京オリンピックカラーっていうことで、まあ、出されてるシューズな、これから出てくるか出てくるシューズなんですけど、まあ、スパイクとかプーマのスパイクって最近プレートが新しく変わってすごい走りやすくなったっていうような感じの、ポイントが聞いてたんですけど、1個前のシリーズからオリンピックカラーに移行中の段階で、そうだから在庫がなくてまだスパイクはいただいてないっていうような感じなんですね。そうなんですけど、まあ、それも届き次第、まあ、多分プーマのスパイクって実際どうなのか思ってる人いっぱいいると思うんで、そこの方もレビュー動画を撮っていければなと思います。で、まあ、皆さんなんか髪の毛爆発してんなって思うかもしれないんですけど、今回心機一転、頑張りたいなっていうことでパーマを当ててきました。はい、こんな感じです。まあ、ということで心機一転するために、髪型もリニューアルして、これからマカンチャンネルをお届けできればなと思います。まあ、今回、プーマさんから、まあ、陸上用品だったりとかアパレルの方とかでも、提供いっぱいいただけるっていうことなんで、まあ、もっと、自分の発信力だったりとか、まあ、競技能力の向上だったりとかっていうのが求められると思うんで、より一層気合を引き締めて、これからも陸上競技と YouTube の方頑張っていきたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ちょっと待って、やばい。足痛い。